軽井沢の森の朝です。静かで風もありません。今日は結婚記念日なんです。スーさんがミニキッチンで朝ごはんを作ってくれています。ハムがいい匂いだ。卵、はい、卵にしたんだ。ジャパンに固まってますね。ハムがいっぱいね。セロリじゃない。セロリ、これ、うん、直す。朝ごはん作っていただきました。美味しそうです。コーヒーいただきます。いいね。ハムいっぱい。美味しい。セロリは思ったほど主張しないね。美味しいです。鳥さんいます。一生懸命なんか食べてる。鳥さんが来ました。かわいいぞ。痛いです。あ、かわいい。2日目です。ちょっとフラッと行ってきます。ここまで昔自転車で来たことがあります。 BD1 で登ってきたんだっていうことがありました。夫婦で結構頑張ったんですよ。これ何気にずっと登りなんです。急パーって出てきた。そうそうそう、軽井沢の駅まで車で来て、軽井沢の駅のところからここまで自転車で来たことあるんですよ。すげえ、ここ 11% だぞ。いやー、そんなにあるように見えないね。草津まで34キロ、妻恋32キロです。左側の奥に浅間山が見えます。車だと楽だな。原子炉この先行けば開けるで。難しい交差点です。3つに分かれていて、真ん中だけ、一般道です。妻恋の方に行くぞ。ここまで来ると白樺の木がちらほら出てきます。峠の茶屋を越えたらちょっと景色が変わってきました。ハイランドパークというところにいます。池も凍ってます。石投げちゃがっちり凍ってます。結構暑そうですね。気温は8度ぐらいあるんでそんなに寒くないです。この丸いのは何なんでしょうね。31回目の結婚記念日、軽井沢に来たぞ。これからもよろしくお願いします。こちらこそ。鬼押田支援の近くの浅間キャンプフィールドに来てみました。今は閉鎖中です。浅間さんが目の前で、とても良さそうなところです。夏も涼しいかな。冬は閉鎖中で入ることはできません。すごいぞ浅間さん。ゴツゴツしてます。人はいませんね。行けないのかな。雪は少ないです。今景色の綺麗なところにいます。現在地はここ日本国道最高地点、ここが見える場所です。草津を望む場所みたいですね。多分あれが白根山だと思うんですけど、よくわかんないな。手前のこの山が立派に見えちゃうのはノボだけでしょうか。訂正です。これが白根山のようです。間違ってたらごめんね。山っぷで一応調べて多分これだろうということになりました。北軽井沢はキャンプ場がたくさんあるので良いところだということがよく分かりました。北軽井沢にもう一度戻るぞ。ハルニレテラスです。
これが普通だよな。グラスが素敵だな。素敵なグラスがあります。くれないの豚だって。せすらぎは素敵です。すがすがしい沢の音が聞こえます。食後のデザートです。ミカドコーヒー。モカソフトです。外でいただこう。ミカドコーヒーのモカソフトです。いただきましょう。はい、うん、美味しい。でしょ？結構コーヒー感あるね。うん、ああ、美味しい美味しい。でしょ？コーヒー感が後からやってくる。美味しいです。美味しいよね。うん、美味しい。結構大人の味がする。美味しい。昨日より雪が減りました。夕食の足りないもののお買い物をしてお部屋に帰ります。今日お泊まりの別荘です。いいところです。静かで空気がすっごいいいですね。暖炉もあるんですけど今は使っていないようです。春が来ればここでバーベキューもできるんですよ。来てみてよかった場所です。近隣はすごくゴージャスな別荘がいっぱいです。鳥さんの声も聞こえてます。ちなみに今日は私たち2人だけです。仕切りって言うんですね。ねえ、ここは雪がいっぱいあるね。細長い建物なんですよ。綺麗にしてくれてるよね。夕方になると管理人さん帰っちゃうんです。なので今日のお泊りは私たちだけ。自由を謳歌しています。今日2月25日はノボの誕生日と31回目の結婚記念日です。軽井沢のこの部屋でこれからパーティーです。そしてウェディングキャンドル火を灯しています。32回目の点火です。これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日のビールはこれです。はい、ブーさん乾杯。乾杯です。うん、信州のブラックイケてるみたいです。地ビールの割にはお買い得の値段になっていました。偉いです。200円しないんですよ、地ビールなのに。川越の地ビールなんてめっちゃ高いのに。長野県、いいところです。お肉もいただきます。スタミナ源のタレうまし。サラダもたっぷりです。おいしいね。どんどん食べちゃう。ルイターの夜は更けていきます。